景色が良いぞ。川島さんはスノボ2回目だっけ？実質2回目。あー怖い怖い。でエイム君は今日が初。はい、というわけで本日はねちょっと北海道に行く旅行の日でございます。エイム君とねポッポのハルさんと行くわけですけど、まあ、体調を崩してしまって俺とエイム君とハルさんと3人になります。あれ動画撮ってエイム君です。うまい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 。どう結構時間経ってない？多分もう今2時ぐらいっすよ。早いんだよね。息切れる。まだ何もしてないよ。下こんな感じ。下こんな感じ。ガチ。君がお尻かけて。まだ何もしてないって。今から滑りに行く場所に行くんだよ。頑張れ、ゆうくん。お。あ、繋いでない？家族に混ざってみた。大丈夫、最悪こけたらいいから。いけるよ。こけたら止まる。かわいい。俺もあんな感じだったら立つのが怖かったもんだって。あ、お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 、あ、いけそう。いいよ、いいよ、いいよ。あ、いいやん、いいやん。悪くないよ。ね。そう、こければ止まるから。あ、いいやいいやいいや、うまいうまいうまい。あ、うまいうまい、え、うまくなってるうまくなってる。こけずに止まれるようになったね。後ろ側に体重かけたら逆で止めれる。今日は3人で旅行に来ております。今日のご予定は夕方までスノボして、その後旅館行って、まあ夜は、まあ、札幌でラーメン食べたいっす。あ、いいね。いや札幌はちょっと遠いからなんかしたいっすね。旅館この辺なんだよね。旅館多分この辺っすね。めっちゃ景色良くない？てか空気がもう空気がうまい。空気がうまい。なんだここ。あ、降ってきた。あ、降ってきた。降ってきた。楽しい。おお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 はい、今から、はい、僕らが泊まる旅館を紹介します。お願いします。まずこちらなんと何ですか？なんと乾燥式洗濯機。うわー、これはすごい。で、さらにここにはで、1個目が乾燥式洗濯機、はい、こちら洗濯機、はい、2つ目お願いします。なんとすごいです、はい、特別生物もいます。いや、どうですか。なんなんだよこれ。3つ目は
三つ目閉めたままかよ。三つ目ジンベみたいなやつ、あの浴衣だね。浴衣か、はい、浴衣もありますと。で、あとは布団かな。布団だね、和室用の布団だね。和室用の布団があります。で、ここからがすごいです。はい、まずリビング的なところ。リビング的なところ来た。和室プラス、はい、和室プラス、よし、まあ、リビングかな。全体のリビング。で、これ中身見なかったよね。これね、チョコレートらしい。ウェルカムチョコレートって言ったね。ウェルカムチョコレート。でれれれー、めっちゃ美味しそうじゃん。すごっ。バレンタインのお菓子。でっかタピオカ。タピオカなんだよね。タピオカではない。じゃあ次が、はい、あと寝室もあるよね。ここだね。寝室がこれですね。ベッドが2個あります。だから1人は布団で、2人がここに。まあそういうことやね。じゃんけんってことか。じゃあちょっとふかふか具合をお母さんお願いします。頼んだ。お母さん勢いよくいっちゃって。おどうふかふかレベルは。まあまあまあ普通です。おー言うねー。でもね、でもね、結構ね、そこまでふかふかに硬いかも。硬い寄りかもしれない。硬い寄りな。安眠ベッドちょっと硬い。あとめちゃめちゃいいのが、景色がめっちゃいいよね、ここ。うわ、景色いいね。めっちゃ景色がいい。でもここだけ見たらもう日本じゃないみたいだもんね。地域すごくて。ああ、そういうこと、うん、それ多分僕らが雪を見慣れてなさすぎるだけじゃん。全然日本っぽい。全然日本だけど。日本っぽいか、うん、日本っぽいと思う。しかもクローゼットもめちゃめちゃでかくて。はいはいはい。で、カメラさんお願いします。はい。いや、いや、ちょっと待って。気に入りすぎだろ。いや、うち2回目だよ。あと、あれ、ここはトイレ。トイレじゃないな。トイレは。カッサがトイレしてるでしょ。早く次行きなよ。あちゃあちゃあちゃ、みんなあちゃやな。最後、はい、温泉。客室温泉ってあったんだ。で、これ溢れ出てるのはこれいいんやね。源泉かけ流し。あの手前の扉だけ閉めた方がいいかも。そのあれの時、僕らが離れる時。今俺がね、あの 水入れてるから。水入れてるから。あれなんだけど、後で離れる時はちゃんと閉めないと湿気が入ってくるから。これで一人ずつ入っていく感じになります。いいね。ちゃんと洗面台も2つあって。以上が、旅館の紹介になるかもしれない。3つ違うということで、はい、どういうことで何。以上です。以上です。以上が部屋の紹介と。あ、じゃあ俺もね、ちょっと近い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 。抹茶フラペチーノ。シャレてるね。シャレすぎでしょ。俺こんな抹茶飲んだことないけど。めっちゃワインだ。ガソーンめっちゃワインだ。赤ワインより白ワインの方が見やすいです。うん、だからなんで赤にしてるんだろうなとは思ってぶっちゃけ。いや、ちゃんとプレスラーみたいなのがありますけど、左奥がニセコの地元の野菜のコーナーになって、文化市長という米どころの夢ピリカを使ってます。夢ピリカ絶対知らないだろ。僕は知ってると思う。あ、そうなんだ。そう、米好きだから。
が来ない。ね。照り返し本当にすごい。めっちゃ日焼け止め塗ってるけどこれ大丈夫かな。ワンちゃん焼けそう。空気がうまい。あ、降ってきた。来てる、降ってきた。ちょっとずつコップ掴んできた。お、あースピンしてる。マリオカートだよ。下ってなんか軽く飲んだりする。さあ頑張って下ろうか。この辺でも結構急だね。1年ぶりだから怖い。まあ久しぶりのね、夢なんてこんなもんということで、よいしょ、徐々に増え方を思い出しながらやっていけたらいいのかなと。